歌川国吉、日本百姓伝より、武、帝川別の創造図武、帝川別は、危機等に伝わる古代日本の皇族。日本初期では、武、帝川別、武帝が別、古事記では武、竹抜川分けの命と表記される。第八代高原天皇御子の大御子命の子で、安倍晋の祖。四、道将軍の一人として、東海に派遣されたほか 水人天皇朝では五大部の一人に数えられる。日本書記に基づく関係経図日本書記、主人天皇10年9月9日上では、部、定川別を東海に派遣するとあり、同書では、北陸に派遣された大尾子命、聖堂に派遣された、木び彦の命、丹波に派遣された丹波堂主名とともに、四道将軍と総称されている。その後、将軍らは、 すじ天皇10年10月22日に出発し、すじ天皇11年4月28日に閉廷を報告した。また同書すじ天皇60年7月14日上によると、天皇の命により部、定川別は、鬼別彦のとともに、出雲ぶり根を中殺している。水任天皇25年2月8日上では、被告に武器、大鹿島、土地根、竹平とともに、 ラ部の一人に数えられており、天皇から神儀祭司のことを命じられている。一方、古事記では、四、道将軍としての四人の派遣ではないが、やはり、主人天皇の時に、大彦の命は高志道に、竹ヌ川分の命は、東方十二道に派遣されたとする。そして大彦の命と、竹ヌ川分の命が出会った地が、合図と名付けられた。 指名起源説話を伝える。部、定価は別について、日本書紀では、安倍新元祖、古事記では、安倍新党の祖として、いずれも、安倍氏の祖であるとしている。また、新先生史録には、次の士族が公営として記載されている。その他、仙台球児本里、国造本里では、那須国造について、縦沼川命の孫の大臣命に始まると、記されているが、この、 立沼川命は、部、定川別に否定される。部、定川別が派遣された、東方十二道は、合図に至るまでの十二カ国を意味するが、これは、後世の国政を反映したものとみられる。この部、定川別を含む四、道将軍の史実性の評価には、諸説がある。詳しくは、四道将軍を参照。ありがとうございます。